はい。そろそろ帰るか。うん、帰る。ありがとう。これあげる。はい。よかったな。父ちゃんには関係ないだろ。ところで何もらったんだ。父ちゃん見るなよ。綺麗な合わせ貝だな。太郎、どうしたんだ。さっきから黙ったまんまで。二太郎、どうした。大丈夫か？熱でもあるんじゃないのか？二太郎、どうしたんだ？父ちゃん。おい、二太郎、大丈夫か？もう少しでうちだ。二太郎、父ちゃんにおぶされ。ここにいるぞ。二太郎、やっと気づいたか。随分うなされていたな。父ちゃん。ん？父ちゃん、暗くて何も見えないよ。夜なの？え、夜？そうだ、まだ真っ暗な夜だよ。二太郎、だいぶ上手になったな。俺には笛しかないもん。とめきちさんは渡し船にはもう乗ってるの？お前の父ちゃんにいろいろ教えてもらってさ、もう乗れるんだけど、お客さんを乗せるにはまだ体力がないってさ。俺さ、大きくなったら自分の船を持つのが夢なんだぜ。夢か。真
真面目に聞いてるのか？聞いてますよ。そうか。コムソウが渡し場で尺八を吹いてる。行ってみようか。うん。おじさん。なんだ坊主。俺にもちょっと吹かせてくれ。尺八はお前たちが吹くもんじゃないんだが、まあ少しならいいだろう。よし、吹いてみろ。そう簡単には吹けんもんじゃ。ほれ、手を貸してみろ。どうじゃ、分かったかの。尺八を吹くには唇を突き出して吹くもんじゃ。尺八が平行いたぞ。あれは不憫な子で、流行り病で何日も高熱が続きまして、命だけは取り留めたんですが、あの通り目が見えなくなってしまって、あれが八つの時でした。二太郎は鳴り物が好きでしてね、死んだ母親が三味線弾きの旅芸人だったもので、あれの母親はあれを産んでからすぐに体を壊し、一年もしないうちに亡くなったんです。ちゃんとした医者にも見せてやれなかったのが心残りで。そういや、あの三味線、糸が切れたままだったな。父ちゃん、俺、コムソウになる。え？俺、尺八をいっぱい稽古して、コムソウになる。目見えなくても尺八は吹けるし。二太郎、それはダメだ。どうして？コムソウは侍しかなれないんだ。なんで侍しかなれないの？そういう掟なんだ。それじゃあ俺、何になればいいんだ？お前はまだ子供だ。そんなことは考えなくていい。なんだなんだ、何のお船だ？手配書きだ。ご維新のどさくさに紛れてお上の金を盗もうとした不届き者だ。商人の屋敷も狙われて死者も出ている。この辺りまで逃げてきているかもしれないので用心してくれ。物騒な世の中になったな。侍も食えなくなって何をするかわからなくなりましたね。各地で幕府軍と新政府軍の戦いが続いてるんだってよ。世の中一体どうなっちゃうんだろうね。
玉名さん、お茶のおかわりはどうだい？いいえ、もう十分いただきましたので。そうかい。この神払いは何年ぶりになるかね？かれこれ3年でしょうか。もう3年になるのかい。あんた体はあんまり強いようには見えないけど、娘さんとの旅は大変だろうに。いいえ、それほどでも。しかもこのご時世だし。小瀬さん、あのすみません、旦那様が三味線をお願いしたいと。はい、わかりました。ユキ、用意をして。はい。それではお願いします。では行ってきます。あんまり無理しないようにね。いや、今日の歌は本当に素晴らしかったですな。ありがとうございます。なんと言いますか、こう心にしみる感じですかな。これ玉名さんにお礼を差し上げて。はい。早いもんだね。何がですかい？何がってほら、おきねちゃんが死んでもう11年経つんだね。三太郎さんは本当に頑張ってるね。いや、お松さん、ごちそうさまでした。どういたしまして。ねえ、いつまでついてくる気なの？本当にあんたどうしたの？さっきからずっと私たちの後をついてきてるけど、さっき門のところで母ちゃんの三味線を聞いてたよね。私たちに何か用？ユキ、そんな言い方をしないで。すいません。あの、こいつが何か迷惑でもおかけしましたでしょうか？いいえ、大したことでは。違うわよ。
さっきこの子が母ちゃんの三味線を聞いてて、その後ずっとついてくるのよ。どうしたんだ仁太郎、御瀬さんに用でもあるのか。どうして黙ってるんだ。三味線なんだって。三味線ほら泣くやつがあるか。おい仁太郎、この間は尺八で、今度は三味線なのか。今日は本当にすいませんでした。いいえ、そんなことは。仁太郎のやつがいきなり泣き出したと思ったら、次に御瀬さんになりたいから三味線を教えてほしいなんて言い出して、どうしたものかと思いましたが、本当によろしいんですか、仁太郎に三味線を教えていただいて。はい、もうしばらくはこちらの方にいますので、教えて差し上げるくらいなら一向に。ありがとうございます。でもいくら私でも男である仁太郎さんを御瀬にはできませんけどね。そうですね、男では御瀬さんにはなれませんね。はい。それにしてもこの三味線は本当に良い三味線ですね。そうなんですか。ええ、この三味線からはこれを弾いていた方の心、いいえ、魂のようなものを感じます。怖いくらいに。何やってんのよ。無理やり脱がせなくたって。ねえ、まだ取るつもりか。ねえ、本当にもうダメだからな。ねえ、この胸にぶら下げてる貝どうしたの。これはな、小さい時金木の神社で女の子にもらった。わあ、やっぱりそうだったんだ。え、あんたにどこかで会ったことがあると思ってたの。じゃあ、そう、あの時貝をあげたの私。はい、自分の貝と合わせてみて。ほら、ぴったり合うでしょ。うん。仁太郎さん、三味線はただ弾いているだけではダメです。心の中の思いを三本の弦に伝えるように弾かなければ、人に感動を与えることはできません。
心を伝える？わかりましたか？あ、はい。では、もう一度初めから。ゆきちゃんはどうして三味線をやらないの？私はあんまり好きじゃないの。私はね、裁縫を習ってお針子さんになりたいの。大きくなっていい人に出会ったらお嫁さんになるのよ。ふーん。いやうまいもんだ。二太郎、ずいぶんうまくなったな。母親もうまかったけど、二太郎の方が上だな。二太郎、よく頑張ってるな。それじゃあ、やっぱり明日立つんですか？はい、もう秋も近いですから。それに二太郎さんに私の教えることはもうなくなりましたから。あとは二太郎さん一人でも大丈夫だと思います。二太郎、玉名さんの教えを忘れるなよ。それにしても明日とは急な話ですね。元気でね。体には十分気をつけるんだよ。お松さんもお元気で。ゆきちゃんも元気でね。うん、もう見黙ってるんだ。何も言わなくていいのかい？言っちゃうよ。ゆきちゃん、たまらのおばちゃん、ありがとう。元気でね。三味線頑張ってね。二太郎、金木神社に弘前の藤堂座が来てるらしいよ。行ってみるか？藤堂座？目を悪くした男が三味線や琵琶の修行をするところさ。三味線を習えるのか？そうだ、修行を積んで菩様になると門付けって言って芸をしてお米やお金をもらえるんだってさ。とめきちさん、行ってみようよ。
あの中央の母様が賢行様か。大したもんだ。殿様の脈を測ったり姫様に琴を教えたりするんだそうだ。でも東道座も亡くなるって噂だよ。そうなったら母様たちどうするんだろう。痩せても枯れても東道座だ。お前たちのような私盛りのせがれ風情では無理だ。少しぐらい三味線ができたからといって東道座には入れないんだ。ほら、とっとと帰んな。私盛りのどこが悪いんだよ。なあ父ちゃん。うん、なんで私森の子では東道座に入れないんだ。それはな、身分というものがあってお前には無理なんだ。また起きてか。なんでやりたいことができないんだ。なんでやれることが決まってるんだ。俺は三味線がやりたいんだ。三味線を弾きたきゃ自分でやれ。でも東道座には入れないぞ。東道座に入れなくても俺は自分の三味線を弾くぞ。そちらどうだ、三太郎。俺一人で大丈夫だ。分かった、俺は先に帰ってるぜ。ああ、そうしてくれ。よし。おい船頭、船を出せ。この天候じゃ無理だ。出せと言ったら出せんだ。三太郎さんはあんなに泳ぎが達者だったのに。でも昨日の大雨じゃとてもじゃないけど。どうしてこんなことに。かわいそうに。二太郎どうするんだろう。目の不自由な二太郎じゃこの先生きていけるかどうか。あいつ一人ぼっちになったんだよな。父ちゃん、父ちゃんが死んじゃって俺もう生きられないよ。俺なんかなんで生まれてきたんだ。二太郎よ、お前はあの流行り病でも死ななかったんだ。あの時たくさんの子が死んだんだぞ。お前は強い子だ。目が見えなくたって父ちゃんがいなくたって立派に生きていけるさ。
でも俺なんか。利太郎、人は何かの役目を持って生まれてきたんだ。お前は三味線や尺八で人を楽しませることができるだろう。利太郎、さあ元気を出せ。お前の三味線をみんなが待ってるぞ。父ちゃん、俺やっぱり三味線やる。玉名さんに習った三味線、もっともっと上手くなってみんなを感動させてみせる。あなたが去って時が流れるほどに優しい三味線弾きになったんだって。自己流で弾いてるみたいだけど、三味線の筋はなかなかのようだよ。何か味わい深いものがあるってさ。若旦那、ただいま。どうもありがとうございました。おかえり、菊之助。ただいま。それにしても大層な荷物だね。そうなんです、東京でちょっとした買い物をしてきましたから。父さん、ただいま帰りました。元気で何よりだ。ところで菊之助、江戸、東京の方はどうだ？はい、父さん。江戸から東京になって7年。本当に全てがものすごい勢いで変わっていますよ。鉄道が通ったし、西洋風の建物や食べ物もどんどん入ってきています。しかし、新しい国家を目指しての改革は進んでいるものの、
残念ながら地方では未だに旧武士階級の反乱の噂が絶えないですね。東京でそんなことまでわかるのか。はい、新聞というものが発行されて様々な情報を知ることができます。おお、新聞か。まあまあ、集まる話は後にして、とにかく部屋に戻ってゆっくりなさい。そういえば母さん、さっき入り口のところで三味線を弾いていた若い母様がいたけど。ああ、二太郎かい。神原の方から出てきて、時々この金木周辺にも来てるみたいだけど、最近評判みたいだね。久しぶりに津軽の三味線を聞いたけど、すごく力強い三味線を弾く若者だったな。すみません、二太郎さんですよね。はい、そうですけど、あなたは？はい、私は金木の麹屋の息子の菊之助というものです。以前、あなたの三味線を聞かせてもらってね、もう一度聞きたくてここに来ました。それは、ありがとうございます。ところで、あなたの弾き方は、藤堂座の母様とは違いますよね。独特の味わいと力強さがありますが、一体誰に習ったのですか？はい、以前この神原に来られた玉名という御瀬さんに三味線の基本を習いました。その後は自己流でがむしゃらに弾いてきました。褒めていただいて嬉しいです。二太郎さん、今度金木に門付けに来たら、また麹屋に寄ってください。お願いします。はい、ぜひその時は寄らせていただきます。生意気なやつだな。そうだな。やるか。お松さん、お松さん、お久しぶりです。あんた、もしかして。やかましい三味線引きやがって、商売の邪魔すんじゃねえ。ああ、お前みたいな潜りがあちこちにしゃしゃり出んじゃねえんだよ。このままでは我々本職の商売は上がったりだ。おい、似たろ、なんか言え。うわ、時代は変わった。御維新の後、誰もが尺八も吹ける。三味線も。この野郎、藤堂座だってもう解散したんだ。みんなが喜んでくれる三味線を弾いて何が悪い。なめたまにしやがって。二度と弾くな。ひどいな、関わらん方がいい。こいつはいただいておくぜ。おい、やめろ。大勢で一人をいじめるのは卑怯というもの。お前たちはこの若い母様に恨みでもあるのか。いや、こいつが一人前の母様面して生意気な三味線を弾くもので懲らしめていたところでして。とにかく世の中は新しくなったんだ。武士や母様の特権もなくなった。誰がどんな三味線を弾こうと良いではないか。そんな理不尽な。なんだと。理不尽なのはお前たちの方だろう。お前たち、お上がなされたご維新に立てつく気か。決してそんなわけでは。まったく、お前たち見ているだけで誰も止めようとしないのか。
王様たちのいざこざに俺たちが口を挟むってのもなあ。仁太郎、いるかい？お松さん、戸は開いてますよ。ちょいと仁太郎、私の隣にいる人誰だと思う？お前さんが三味線を習ったあの玉名さんの娘だよ。さ、ユキさん、ユキさんがどうしてここへ？仁太郎さん、ユキです。ユキさん。仁太郎、玉名さんがね、少し前に旅の途中で亡くなったんだって。ユキちゃんは奉公に出たけどうまくいかなくて、今度金木の商人のところで働くことになったの。頼る人がいなくて、松屋のおばさんや仁太郎さんのことを思い出してなんとかここまで来たの。おばさんにはすっかりお世話になって。そうだったんですか。玉名さん、もういないのか。ちょっとした風邪が元だったの。でも仁太郎さんこそ、お父さんが亡くなって大変だったんですね。でもなんとか生きてるよ。お松さんや留吉さんのお世話になりながら。母さんがね、いつも気にしてたよ、仁太郎さんのこと。仁太郎さんの三味線は年とともに良くなるって言ってた。仁太郎さんも私も一人ぼっちだね。仁太郎さん、寂しくない？そんなこと考えもしなかったよ。俺はずっと一人ぼっちだったから。どうしたんですか、父さん。いや、ところで菊之助、お前は家業を継ぐ勉強をするために東京へ行ったのではないのか？しかし帰ってきてからのお前はどうだ。外ばかり出歩いて、たまに家にいると思えば蔵にこもって、なんだほら、その活版印刷機ですか？そう、その活版印刷機をいじってばかりいるではないか。少しは家のことも考えてくれないか。はい、分かっています。Thank you.
さあさあ、我らの三味線は正真正銘のボサマの三味線。邪道の三味線とは桁が違うぞ。邪道の芸は耳には新しいけど、仏のありがたみは聞こえてこないよ。何を言うか、正統だの邪道だのと三味線の音に掟はないはずだ。そんなに言うなら、その邪道の三味線で客を取り戻そうぜ、仁太郎。あれが仁太郎の音か。音は聞いた。さあ、行こうか。よかったら茶でも飲んでいかんか。和尚、住職。仁太郎、いつも演奏は聞かせてもらっていたぞ。ありがとうございます。力強い演奏でなかなか評判がいいようじゃな。いえ、まだまだ未熟です。しかし今日の演奏は少々乱暴すぎたの。自分の思いをぶつけた演奏がやっとできそうだったのに、一体どうしたらいいんだ。住職のおっしゃる通り、今日の弾き方はちょっと乱暴すぎたんじゃないかな。でもお客さんをびっくりさせようとすると、あのくらい強く弾かないと。そうは言っても、とにかく三味線がないんじゃ話にならねえ。早いとこなんとかしないと。じゃが皮を張り直しても今日のような弾き方をすれば同じこと。確かに、この頃一生懸命弾いていてもどうしてもうまくいかない。思い切って弾こうとすると弦が切れてしまうし、俺はどうしたら。仁太郎、お前は手張りという言葉を聞いたことがあるかな。手張り？なんだそれは。その手張りとはどのような意味があるんですか。例えば三味線を弾くとき、習った通りに技を磨き弾き続けるのが手の時期。主、自分なりに改良をして少し自分の色を出す。つまり今の状態が歯。そして今仁太郎は全く新しい自分の音を作り上げる理の時期を迎えているのかもしれない。主、歯、理の理。手張りね。そうだったんですか、住職の言いたかったことって。何がだ。いいですか留吉さん、仁太郎さんの弾き方は今新たな段階へと上がっていこうとしているんですよ。それは
今の三味線には合わなくなってきているということなんです。いかにも三味線が合わない。弦を叩くような弾き方に負けない三味線があればいいんだ。叩くように弾いても弦が切れない三味線なんてどこにもない。二太郎さん、一度弘前の重盛座に行ってみませんか。弘前の重盛座？そう、人形浄瑠璃の義太夫の太棹と呼ばれる三味線が確か弦を叩くかのごとく激しく弾くと聞きます。もしかしてこれからの二太郎さんの弾き方に何か通じるものがあるのかもしれません。本当ですか？俺はお客さんの心を捉えるような三味線を弾きたい。もしそれができるのならどこへでも行きます。決まった。あの俺も連れてってもらえますか？こいつ一人だと心配で。ええ、もちろん。さすがに弘前のねぷたは賑やかですね。重盛座ってでけえな。さあ入りましょう。義太夫の三味線は迫力があるね。あれが太棹というんです。俺感動しました。あんな三味線があったんですね。私は二太郎さんの弾き方にはあの太棹の方が合っていると思うのですが。棹が太くなるだけでなくて弦もどうも太くなってるんでしょ。義太夫では伴奏に使っているのですが、二太郎さんだったら独奏でも十分弾けると思いますよ。独奏と伴奏は違います。本当に弾けるかどうか。それに今の俺にはとてもじゃないけど太棹の三味線なんて。でどうでした？三味線の方は。俺とお松さんで手分けしてみて見つけるには見つけたんだけど。でも値段が高くてね。とめきちと私でお金を工面しても全然足りなくて。そうなんですか。私も力になりたいけどどうすることもできないわ。二太郎も一生懸命笛で角付けをしてるみたいだけどね。本当に困ったね。どうにかならないもんかね。虫のいい話だってことは承知の上でのお願いです。菊之助さん、二太郎の新しい三味線を買うのに力を貸してください。とめきちさん、聞いてください。私は間もなくこの村を離れます。え、そうなると郷里のために何もできません。そこで二太郎さんには私の代わりに郷里の役に立ってほしいと思っています。というと？二太郎さんにはこの地の目を悪くした子供たちに三味線を教えてもらいたいのです。そのためにも二太郎さんには新しい三味線が必要ですね。だったら力になってくれるんですね。もちろんです。喜んで。
菊之助さんが三味線のことは任せろって言ってくれたんだよ。これでまたすぐに三味線が弾けるぞ。うん、やっぱり三味線がないと俺本当の門付けができないな。よかったな二太郎。ああ、例の活版印刷機はどうした？父さん、あれは売ってしまいました。売った？なぜだ？金が必要だったのか？お金も必要だったのですが、印刷機そのものがいらなくなったのです。おお、別に何か欲しいものでもできたか？ええ、三味線、それも太竿を新しく作りたいんです。三味線？お前がやるのか？いえ、実は前に家に門付けに来たことがある三太郎という男の芸や生き様に感動しまして、彼に太竿を進呈したいんです。三太郎という男の芸はお前が惚れ込むほどのものなのか？東道座の連中をしのぐ本物の母様になると思うのです。私は彼にこの地の目の不自由な子供たちの希望の星になってもらいたいと思っています。それでどうなったの？三味線の方は。今、菊之助さんが三味線を作る交渉をしてくれてるらしいんだけど。よかったじゃない。今の俺には新しい三味線を買う金なんてとてもじゃないけど。二太郎さん、やっとできましたよ。菊之助さん、あ、外は寒いでしょ。どうぞ中へお入りください。お邪魔します。菊之助さん、何もないですけど白湯でもどうですか？いえ、お構いなく。それよりこれを受け取ってください。なんて重い三味線なんだ。これが太竿なんですね。ええ、でも二太郎さんならすぐにでも使いこなせると思います。いえ、とんでもない。でもなんとお礼を申し上げたらいいのか。いや、大げさですよ、二太郎さん。さあさあ、みんな集まってくれ。二太郎の新しい三味線ができたのよ。二太郎の三味線を聞けないとやっぱり寂しいよ。そうそう、二太郎の三味線が聞けねえと仕事に活気が出ねえって。二太郎さん、三味線を皆さんの前で弾いてみる？まだ新しい太竿に慣れてないけど、少しだけなら。せっかくこうしてみんなが集まってんだぜ。聞かせてくれよ、お前の新しい三味線ってやつをさ。そうだよ二太郎、少しだけでも聞かせてくれよ。やってくれよ。ああダメだ、クソ。どうしてもうまくいかない。二太郎さん。二太郎、どうしたって言うんだ。
せっかく村のみんながお前のために集まってくれたっていうのに、人の度肝を抜くような三味線を弾いてみせるって言ったじゃないか。それはそうだけど、しかも稽古は前よりやってるんだけど。じゃあなんで途中でやめちまうんだよ。何かが違うんだ仁太郎。それじゃ門付けもできないぞ。いい加減妥協してまとめてみろよ。勝手にしろ。止め吉さん。どうだ、稽古は進んでいるかな。和尚、何かおかしいのです。前よりも稽古しているのに調子が出ないのです。何か根本的に使用し直さないとこれを引きこなせないのかもしれない。修行。はい、今の俺を根底から変えるようなそんな修行の場が欲しい。そこまで考えておるのか。ならば一つ心当たりがあるのじゃが。本当ですか？一体それは何なんです？イタコの修行じゃ。イタコ？イタコって目を悪くした女の祈祷師のことですか？いかにも。イタコの修行は母様の修行より何倍も厳しいと聞いている。それでも仁太郎、耐えられるかな？やります。俺イタコの修行します。わかった。では川倉地蔵村に行ってみるか。はい、連れて行ってください。ふるさとならば浮いてもよがたいものや。どうじゃ仁太郎、聞こえるか？これは口寄せといって、イタコが死者をこの世に呼び寄せているところじゃ。それでは母ちゃんにも会えるんですか？では頼んでみるかの。仁太郎と言ったな。誰に会いたいのだ？母ちゃんに会いたい。で、母の名は？おきぬ。わかった。こうくらぐもみどのむひねはななしがわななしもやしもわたるせはお役にあうしひとしなるもの。仁太郎、元気でやってるかい？母ちゃん、母ちゃんなのか？ああ、私だよ仁太郎や。お前には寂しい思いをさせてすまなかったね。でも一人でもちゃんと立派に生きているんだね。母ちゃん、すみません。俺を産んだばっかりに早く死なせてしまって。いいえ仁太郎、私はね、あなたを産んだことで生きた甲斐があったんだよ。でもお前はどうしてここへ来たんだい？父ちゃんと三味線を弾いて生きていくって約束したんだけど、うまくいかなくって。それに母ちゃんの三味線も破いてしまい。そんなことは気にしなくていいんだよ。それに新しい三味線が来たんだろ？太棹をいただいたんだ。でも弾きこなせないんだ。大丈夫。あなたは人を楽しませるために生まれてきたんだよ。努力をすれば必ずうまくいくよ。母ちゃん、俺、私は何の手助けもしてあげられないけれど、いつもいつでもあなたを見守っているからね。
ありがとう。どうじゃった、仁太郎。和尚、どのような修行をすればあんなことができるようになるんですか。いた子の修行は厳しいぞ。七日七晩食を断ち、不眠不休で念仏を唱え続ける命がけの修行なんじゃ。何度となく気が遠くなるのを冷水をかぶって耐え続け、そのうちに無我の境地に達する。その時初めて仏が降りてくるのじゃ。どうじゃ仁太郎、それでも修行をするか。和尚、俺が玉名さんに三味線を習って以来、三味線は俺の命です。この三味線で本物の演奏ができるまで、俺は命がけで修行するつもりです。そこまでの覚悟があるのならばよし、案内しよう。何をしている仁太郎。もう少しじゃ、もう少しでお前の心は開かれる。すべてを生んでくれた母なる大地、四季折々の美しい自然、そしてそこに生きている人々の喜怒哀楽が三本の弦を通じて新しい音色となってこの世に生まれ変わるのだ。もう少しじゃ、心の赴くままに三味線が一人でに音を奏で始めるのは。どうしたんだ。何も聞こえない。憎しみや怒り、痛みも何も感じなくなった。俺は一体どうしたんだ。でもここは一体どこなんだ。本当に静かだ。しかし、なんだこの気持ちは。あなたはもう感じているはずです、母ちゃん。津軽の自然、そして大地の息吹を。玉名さん。そこに生きる人々の思い。父ちゃん。頑張って仁太郎。もうあなたにも届いています。みんなの待っている声が。ありがとう、みんな。
いくら修行って言っても遅すぎる。もう春なのに。リタロウさん、そこにいるのはユキさん。今帰ってきました。やっと帰ってきたのね。大変だったでしょ、そんなに痩せてしまって。仁太郎さん、お帰りなさい。ただいま。様になったぞ。二太郎の母様だから二太坊だ。二太郎さん、すごいわ。うん、こりゃ津軽が生んだ新しい三味線だ。よかったね、すっかり太棹を自分のものにしたのね。ありがとう。でも菊之助さんのおかげだよ。そうだ、菊之助さんはどうしてます？改めてお礼もしたいし、太棹も聞いてほしいんだ。二太郎さん、実は菊之助さんはもう津軽にはいないのよ。え、どうして？菊之助さんは海の向こうのアメリカに出発してしまったの。二太郎さんに読んであげてくれってお手紙を預かってるのよ。じゃあ読むわね。二太郎くん、君のことだから新しい三味線での修行うまくいったことと思います。僕は新聞の仕事を本格的にするためにアメリカで勉強をしてきたいと思い、急ですが旅立つことにしました。もともと東京から帰ったら家業を継ぐと約束していたので両親はがっかりです。でも僕は君が誰の真似でもない君だけの三味線を弾こうと頑張っている姿を見て、僕も自分の一番やりたいことをやろうと決心したのです。目まぐるしく変わる新生日本の姿をみんなに知らせたい、そして自分の主張もしてみたいというのが僕の夢です。アメリカで新聞を発行する仕事や新聞社を経営することを本格的に勉強してきます。太棹は君に差し上げます。あとのことは留吉さんと相談して決めてください。この手紙は君の最も良き理解者であるユキさんに託します。何年か後にお会いした時、さらに成長した君の太棹の演奏を聴けることを楽しみにしています。菊之助。そうか、菊之助さんは考えることが大きいな。本当に評判通りの素晴らしい人ね。神原の仁太郎が義太夫の太棹を使った演奏で人気を取っているようだな。金木の方では藤堂座の芸はもう古いなどと申しておるやからも出てきておるそうじゃ。新政府になってお上の保護がなくなってから我らとて随分と技を研鑽してきたのじゃが、このままでは我々にとっても死活問題。黙って見過ごすわけにもゆくまい。我らもただ伝統を守ってゆくだけでは飯も食っていけんということじゃ。そこでこの度の弘前城での園遊会のことだが、我らの代表と仁太郎との三味線合戦をぜひにと役所からのお話があった。で、その代表には誰が？
人気実力ともに東大随一の俵坊しかいないだろう。確かに我らの中で新しい三味線を研究しているのは俵坊だけじゃ。俵坊よ、どうだ、勝てるか。はっ、ありがたき幸せ。二太郎の叩き奏法と太棹については私も研究してまいりました。従来の細棹では大勢のお客を前に独奏するには迫力負けいたします。それで私も太棹の修練をかなり積み、完全に弾きこなすまでに至りました。勝てる自信はございます。この地のお客の耳は確かだ。お主の技量なら大丈夫と思うが、さらに精進を重ね決戦に備えよ。それでは皆様方、ご異論はございませぬな。はっ。いるか、二太郎。二太郎、飯なんか食ってる場合じゃないぞ。いきなりどうしたんですか。どうしたもこうしたもないだろう。お前聞いて驚くな。あの東道座がお前に決闘を申し込んできたんだぞ。ちょっと大げさですよ、富吉さん。今度の弘前での園遊会に出場しないかと言われただけですよ。なんだ、知ってたのか。でどうなんだい。二太郎は出場するのかい。二太郎の三味線を津軽中に広めるいい機会じゃないかい。でも大したもんだな。修行から帰ってきたと思ったらいきなり園遊会なんて、本当に大したもんだよ。ところで誰なんだお前の対戦相手は。俵坊らしいですよ。何、俵坊だって。知ってるんですか。知らん。で、どんなやつなんだその俵坊ってやつは。聞いた話によると10年か20年に1人出るか出ないかの天才らしいよ。でも大丈夫なのかい。そんなにすごいやつなんかと勝負になるのかい。冗談じゃないよ。二太郎は誰にだって負けるはずがないじゃないか。私はね、あの子の苦労を、それこそ命がけで三味線を弾いて生きてきた苦労をよく知ってんのさ。弘前でもどこでも十分通用するんだよ。いいかい、当日は村あげて二太郎の応援に行くからね。分かったかい。よし。ところで二太郎、今度は何ですか。なんかうまそうな飯だな。ここはあの時のまま。でももう10年以上経ってるのよね。俺、ユキさんがマリオってこの階段を駆け下りてきた時の姿、今でもはっきり覚えているよ。二太郎さん、大変なことになっちゃいましたね。村の人たち、二太郎さんの話で持ちきりですよ。お松さんなんか村中の人を連れて応援に行くって言って大張り切りですよ。お松さん、言い出すと聞かないですからね。それだけみんな二太郎さんに期待しているんです。母さんが言ってたっけ。御瀬歌や三味線を支えてきたのはそれを聞く人々の耳なんだって。娯楽の少ない北国の人たちにとって歌や三味線への思いはとても強いものだわ。景色や権威には関係なく、本当にいい音を聞きたがってる人たちが大勢いるのよ。二太郎さん、その人たちのためにも弘前で頑張ってね。勝ち負けじゃなく、津軽の人たちの心に響く演奏をしてみたい。二太郎さんならできるわ、きっと。信じてますから。私は二太郎さんを信じてます。Thank you.
だ始まらないのかい。何やってんだろうね。お松さん、もう少しですよ。そうかい。私は心臓が止まりそうだよ、まったく。あ、二人がやってきたぞ。さすがは俵棒、完全に太竿を引きこなしている。
はっきりとわかる。あなたの中で私の母が生きていること。何なんだこの音色は。痛む気になり顔
その後、仁田坊の評判は津軽地方一円に広まり、数多くの弟子が集まるようになった。それでも彼は、生涯を通じて粗末な小屋で過ごしたという。彼が弟子たちに徹底して叩き込んだ教えは、人真似なら猿でもできる、自分の三味線を弾け、であった。今日、世界的に日本の伝統音楽として評価を受けている津軽三味線に、成長なるものがないのは、始祖、仁田坊の精神が受け継がれているからである。